日本クラウド証券株式会社は1993年にデーブレイン証券として設立グリーンシート銘柄を扱う。その後、緑証券に称号を変更。緑証券を買収し日本クラウド証券を設立。日本における本格的な投資型クラウドファンディングサービスの提供を目的として2013年、現経営陣が 旧緑証券に対して TOB を実施、社名を日本クラウド証券と変更し、クラウドバンクの運営を開始した、クラウドファンディング協会会員、平成27年7月、金融庁より業務停止命令を受けた。オンラインで小口投資家を集客し、企業への貸付金等の流動性の低い金融商品をオンライン販売するサービスを、 クラウドバンクと称している。2016年3月14日に応募総額60億円を超えた都道者は発表している。投資会支払われる利回りは目標値として5%から7%年利とされ、運用期間は6ヶ月、1年、2年の商品がある。商品によっては担保を設定して保全性を高めているものもあり、分配金は原則毎月支払い。多くの場合、 運用開始の翌々月から分配金の支払いが始まる。元本は保証されない。顧客からの預かり金は信託保全される。個別投資案件に関する手数料、リスク、借り主情報等は投資家には開示されていない。日本クラウド証券株式会社に対する行政処分について財務省関東財務局。日本クラウド証券株式会社に対する 行政処分について財務所関東財務局日本クラウド証券株式会社が運営する有志型クラウドファンディングサービスクラウドバンクが応募総額60億円を突破日本クラウド証券株式会社 https://crowdbank.jp://20160315001HTML2016 年6月6日閲覧。クラウドバンクに関するカテゴリー、クラウドエクイティに関するカテゴリー、d ブレイン証券に関するカテゴリー、緑証券に関するカテゴリー。ありがとうございます。